さて続きましては京山幸子若さんで清水次郎長伝より小政の少年時代です。はい、京山さんは今日のために大阪から来てくださいました。大阪の芸というとまた全然その雰囲気がですね、うん、東京の関東の芸と違うところがあります、はい、またあの小芝若師匠はですねもう軽妙といいますか本当にもう軽くやって本当に楽しい浪曲でございますんで、はい、とても楽しみですね、はい、それでは出演京山幸子若さん曲師一風亭葉月さんそしてギターは京山幸光さん清水次郎長伝より小政の少年時代です。どうぞ。空は晴れたり東海道、どこかでひばりの声がする、娘ありたやお茶摘みに、歌で知られた遠州の浜松城下の松並木へ通りかかった二人連れ、島のカッパにサンドガサ、七つ童話の長戸荘、誰か平へと落としに刺して先を歩いた、この人は清水港の次郎長さんで、後から続いた若い衆は次郎長一家の暴れ者、末は親分第三で、こんぴら様の帰り道、通りかかった遠州の都だ村は都鳥三郷大の、そのために騙しうちにとなりまして、長く平成の今日まで、その名を残した暴れ者、伊達の小政さんがの少年時代の遺跡を、時間車で、腹が減ったから酒でも飲んで飯にしようかと、次郎長さんが石松を連れて茶店へ入っていく。奥の部屋からばあさんが汚いお盆に乗せました酒と魚を親分子分が蜂の喧嘩じゃないけれど刺しつ刺されつ飲んでいたら、表の方から年の頃なら9つか10ぐらいの可愛らしい男の子がすっかり売れてしまって空になった魚の半代を担いで、おばあちゃんただいま、親孝行の魚売りだと評判してくれたおかげでね、町行ったら残らず魚売れちまった、これから家帰っておっかさんの病気の回復をしようと思うんだけど喉が渇いてしょうがねえんだい、すまねえがばあちゃん水一杯くんねえか。
聞いていました。次郎長さんが、えれえなこの子は、当たり前なら親に甘えて遊びたい盛りが、魚を売って親の病気の解放すると見上げたもんだ。感心した次郎長さんが、小僧、小僧、なんだおいちゃん、おめえ歳はいくつだ。おいらの歳かい、おいらの歳はとうに近いんだよ。とうに近い、八つか九つか。十二だよ。十二だったらとう過ぎてんじゃねえかい。二十歳から見たらとうに近い。なるほどな、そりゃそうだい。ところでおめえ名前はなんてんだい。おいらの名前はまさきちんてんだけどね、あんまり体がちっこいから人がこまさこまさってんだい。おめえにおとっつぁんはいねえのか。何？おめえにおとっつぁんはいねえのか。おかしいこと聞くなよ、おいちゃん。おとっつぁんいねえのかって、おっかだけで子ができるか。なんちゅうやらしやっちゃこいつ。こら俺の言い方悪かった。おとっつぁん元気でいなさるのか。お父っつぁんが元気でいてくれたら、おいらがこんな魚売りしなくてもいいんだけどね、残念ながらおいらのお父っつぁん5年前に息すんの忘れやがって。口の悪いやっちゃな、お前最近死んだのかい。そうだい。おっかさんどうしてんだい。おっかは3年前から寝込んじまってんだい。そうか、それでおめえがそうやって魚売っておっかさんの面倒を見てるわけだ。えれえな小僧、その気持ちを忘れんじゃねえぞ。その気持ちを忘れねえで、大きくなったら店の一軒もドンと構えて、奉公人の五六人も使えるような立派な堅気になるんだぜ。ほら、立派な堅気になるんだぜちってお前偉そうに抜かしやがって。お前なんじゃい、その格好。腹立つやっちゃなこいつ。言われてみろや面目ねえ。俺もやっぱりヤクザもんだ。おいら今こんな魚売りしてるけどね、大きくなったら魚屋なんてやめちまんで。魚やめて何になるんだい。少し危ない商売だけどね、島のカッパにサンドがさ、振り分けの荷物を右の肩へ、長いやつを腰に一本ぶち込んで、おしけえなすっておくんなさい、手前正の句発しますわと、粋な家業の博打打ち。ろくなこと言わんなお前さやけど、お前おめえヤクザになるつもりかい。そうだよおいちゃん、おいらヤクザになるってんだい。バカなことを言うない。ヤクザものバカでなれない、利口でなれず、中途半端じゃなおなれねえってな小僧。ヤクザで男をあげようともや、みなそれぞれ親分って人がいるんだが、おめえに親分はいるのかい。おいらの親分か。ああ、おいらの親分は顔も見たことないし、物も言ったことないけどね、この人がおいらの親分だと決めている人がたった一人だけあるんだ。おいちゃん、誰だいその人は。誰だいその人はって気安うに言うなよこらお前。同じ爆竹打ちでもお前らみたいなしょうもないやつちゃうぞ。腹立つやっちゃないちいちほんまに。そんな立派な人かい。当たり前だよおいちゃん、おいらの心の親分ってえのはね、あんたもそうして若い衆連れて旅から旅を回っていたら名前ぐらいは聞いてるでしょう。おいらの心の親分はこの遠州浜松から七里離れた清水の港。ふとしたことからヤクザになり、弱い者なら助けてやろう、貧しい人には恵んでやろう、親分よろしくお願いと頭を下げて頼まれりゃ、歌の文句をそのままに
たとえ火の中水の底あとへは引かぬ男だって本名山本長五郎通名清水次郎長さんヤクザに強いが仇に弱い立派な人だと聞いてます私の心の親分は広い世間を訪ねても次郎長さまよりほかにない。親の病気が治ったら清水港へ訪ね行きお世話になるお楽しみ朝星夜星いただいて汗を流して働いて家に帰ればおっかさんの病気の解放してますが子供女体の痩せ腕で思う薬も買えませず病のとこで母親が私が死んだその後はかわいいせがれの正吉は広い世間にただ一人どうして暮らしていくじゃやらそれを思えば正吉よ母は死んでも死にきれないと日にち毎日よかがおいらの顔ば見るたびに泣いて暮らしているけれどもしもこの後おじちゃんが旅を続けて東海道清水港へ行った時次郎長さんに会ったがならところへ遠州浜松でまだ見ぬ人は恋したい泣いて暮らしている子がああと忘れず言ってくださいと現在頼むこの人が会いたいみたいの次郎長と夢のうつうつや知らせにて何にも知らない正吉の涙ながらの物語を聞く次郎長がたまりかね俺のようなる男ばまして顔さえ知らぬによそれほど人ってくれたのか何にも言わない嬉しいぞ
と口に出さねど胸の内思わず知らず立ち上がって子供の体をしっかりと抱いて汚れた顔に斧が顔をピッタと当てて溢れんげる涙がおまぶたで止めて街道一の大建物は男次郎長子が言えなきそうか、おめえそれほど次郎長に会いてえのか。会いてえな、おいちゃん。次郎長に会いたかったら俺が次郎長に会わしてやろうか。おいちゃん、次郎長の夜分知ってんのか。ああ知ってるぞ。心安いんか。ああ心安いって、これぐらい心安いもないわ。自分やさかい忘れんよ、見てくれ。会いたい見たい宇土町の次郎長ってな俺だ。あんたが次郎長だもん。本当にあんたが。へえ、あんまり男前と違うな。いらんこと言うな。親分、足を子分にしておくんなさい。おいらまだこんなに体がちっこいから何の役にも立たないけど、二十歳ぐらいになったら必ずあんたの片腕になってみせます。こんな役に立たん男何人連れとったってあかんで。腹立つぞこのわけは。ほんまに石松ボロクソに言われとる。おっかさんの病気が治ったら訪ねてこい。あいにく清水へ帰る道中だ。残りの金が五両しかねえ。これ持って帰っておっかさんにあったけえもんでも食わしてやれ。ありがとうござんす親分。子分にしてくれよなんて嬉しいこと言ってくれた上にお金までいただいちゃ気の毒だから、お金だけはそっちお返しします。お返しすんのも気の毒だし、同じ気の毒ならいただいて気の毒。ごちゃごちゃ言わんともろたらええないか。お前横で聞いていた石松も生まれついて涙もろいやっちゃ、子供の話を聞いて同情して、こらお前みたいな腹立つやつおらんの。お前、こら陰で言われたことあるで。せやけど面と向かって役の立たん男っちのお前が初めてや言われた。せやけどお前の親孝行に免じて許したら、あ親分が五郎の金も出しとねえねけ、一の子分のこの俺が一もも出さんわけにいかやねけ。あこれだけやら持っていけ。あもうさそんな気使うな。腹立つやっちゃなこいつ。そんなこと言うなお前。男が言ったんだしたも後引っ込まれるかい。頼むから持ってくれ。頼まれりゃちゃうな。もうたろ、なんちゅう言い方やお前。親分、尋ねって言ったら子分にしておくなさいよ。おお、いつ何時でも尋ねてこい。次郎長大手を広げて待ってるで。ありがとうございます。ほな親分、さいなら。喜びさんで正吉が飛んで戻った自分の家へ、病気で寝ている母親にわけはこうこと話をする。聞いた母親が喜んだ。私が死んだその後は、かわいいせがれの正吉は次郎長さんが見てくれるのか、心に緩みが出たものか、まだ行く年ではなかったけれど36歳をいちごとなしてついに帰らぬあの世の人。ご近所様の情けで延べの栗を無事済まして、野菜家財を押し入れに、わずかな荷物を背なにとなして、我故郷の浜松
後に眺めて東海道着いたところが清水の港眺めて次郎長が驚いた。まさかまさかと思っていたが本当に来るとは知らなんだ。東屋十二の子供じゃないか。ヤクザになるな肩着になれと次郎長さんの口利きであちらこちらと働いたが三日坊主で帰ってくる。こいつはよくよくヤクザの気性とても肩にじゃ収まるまい。俺から養子になるのだと正吉改め次郎長さんの養子となって男の世界五年六年夢の間にいつしか十年経つなれば誰が歌った歌じゃやら清水通れば鬼より怖い。おまさこまさの声がすると歌の文句に歌われました。伊達のこまさの少年時代の一席でしたがちょうど時間となりました。お叱りもなく最後までようこそご清聴いただきました。熱く御礼申し上げてはだはだお粗末でした。バディこれまで。吉岡さんお疲れ様でございました。お話を伺いたいと思います。どうもありがとうございました。ギターというのが珍しい感じがしました。ギターね、入れるの嫌いなお客さんもいてて、あなるほど、大好きやいうお客さんがいてて、だからどっちがええかなと思って、やっぱりギターを入れた方があの若い人たちは聞きやすい。なるほど、そうですよね、だからギター入れてやった方がええかなと思って、やらせていただきました。良かったですね。他に何か東京とこう大阪の違いってありますか。お客さんがちゃいますね。あ、はいはい、関西とやっぱ厳しい。関西は厳しいですよ。ちょっとおかしいなと思って、絶対手叩きまへんからね。あ、そうですか。じゃ手が来るまでアンアンアンと回すんですね。あ、そうですね。アンアンアンショー、まだかまだか。なるほど。いろんなでも違いが、ね、あるんですね。東京のお客さんはいいお客さんですよ、ね、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。